どうも、ジャミーです。今日もスワップの解説やっていこうと思います。では、見ていきましょうか。さあ、やはりまずはどちらからスタートするかだが、ぷよからスタートした。ぷよスタートで、あ、これはもう、先寄りっすね。安定の先寄りっすね。相手が後折り。あ、これはちょっと、青を後置きに、後から入れる感じにしますね。しかしこれ連サビの黄色ミスってる。3連鎖打った。それに気づいてか3連鎖打ちましたね。相手は1回単発打ってから青発火。あ、俺黄色でコンボつけるけど、相手が本線を発火している。これはちょっとネクストに緑が来てなくて、紫でも発火できそうにないので、これはテトで耐えない限り負け確になってしまうがどうだ。割と掘れて、おっと置きミスした。Z ミノと大ミノどっちも置きミスしたけど、まあ今のはどうせ置きミスしなくても耐えられなかったので、まあどちらにしろ一緒ですね。ちょっと受けきれないかな、今のは。まあ結果的に言えばあの3連鎖が悪手になってしまいましたね。連鎖日ミスってたんで、まあ連鎖勝負しても相当不利になりますからね。さあこれは普通にお互い火力を食ってて、もう悪くはない。ここは T スピン作らずにテトリスにした。ちょっと穴バラが俺の方が来てるんで若干不利か、若干不利かと思ったけど、相手 T スピンシングル間に合わず、これ一方的にコンボつけてるんでだいぶ有利ですね。さあ、すごい露骨。超露骨。さあ、打った。放った。超露骨なニトリを打った。相手緑が引けなくて、刺さりましたね。しかしこれ一応あれか、赤で単発が打てるのか。赤でコンボの単発打てますね。さあ、俺は発火した。こういう場合って発火したけど、基本的に発火しない方が盤石なんですよね。発火せずに、次の不要量に残しとくっていうのが盤石な勝ち方ではあるんで。まあ今のはどちらかというと、打ってコンボをつけずに、次に持ち越した方が良かったかもしれないですね。さあ、茨から2連鎖。コンボ好きなんで、2段来ましたね。さあ、それに対して3連対応で、おっと、相手ミスったか？今、赤青で3連鎖あったんですけど、おそらく逆に置いたような気がする。多分そうだよな。で、そのミスったのに、つかさず3連鎖の追い打ちで刺さりましたね。あ、これ、両者パフェ済み。パフェ済みで両方ともパフェがない。最低 J ミノの置きミスして、しかし俺も T ミノの置きミスした。こっちの方が早くリカバリーできて、これはだいぶ有利ではありますね。相手 T スピンダブル打つ。こっちは T スピンダブルを切り替わり間際に打ったのに対し、相手は2ライン消し。2ライン消しなんでそんなに火力は来ないですね。おっと、ミスったぞ、これ。2連鎖を放っていく。すごい斬新な2連鎖を、置きミスで打ってしまう。これは、どうだ？これ相当不利になったような気がしますね。しかし、まあ、テトの地形では、一応、ってか、だいぶ有利だったんで、どうだろう、これ耐えられるか？きついか、ちょっと。8連鎖飛んでいって、ギリギリ耐えた。危ない。テトリスで何とかしましたね。そうなると一応プヨの量で有利なので、これは有利かな。相手 T スピンダブル打つ。それに対して俺がテトリスで、コンボ付きのテトリスで相手に、ちょっと振る。こっからの立ち回りですね。赤クッションにして、一連伸ばした。これ赤ハッカー。相手は黄色ハッカーしてくる。さあ、これは、相手が結構同時消しなのに対し、こっちはしっかり連鎖数なので、
おそらくこれはこっちの方がでかいでしょう。10連鎖ありますね。10連鎖あるが、相手の穴が凄まじいのと、ちょっと耐えられたっていうのが大きいですね。相手の穴がやばかったんで、これは不利になったまであるか。両者テトリス仕込み。相手は BTB がついてる。こっちはついてないけど、5分ですかね、これ。多分5分だと思います。さあ、2連鎖打った。相手単発打つ。緑発火の4連持ってるか。しかし緑入れて5連鎖にしてきた。俺は3連鎖。これはテトリスの地形が全然いいので、耐えれるは耐えれる。さあ、ここで耐え切ったことによって、一応、プヨの量ではちょっとだけ有利だけど、これはそんな有利とか言えるほどの有利ではないですね。ほとんど変わんないと思います。五分ですかね、じゃあ。さあ、テトリス打ってからテトリス仕込める。これはでかい。もう一発俺あるんで、これはでかいですよ。さあ、イバラ打った。イバラで、打ってからテトリスのコンボ。これもここに来てまた5分ですね。さあ、これはどうなる？一回単発打ってから81来た。紫赤の81ハッカー。さて、これは？これはさすがに、有利持ってきますね。8連で、相手耐えれない。耐えれないが、緑引けてたら、ジニさん、4ダブの多連結の全消しがあるけど、さすがにこの量は、スキップ用は帰らないでしょう。マージン入っ、あれ、このゲームマージンあったっけな？マージンあったとしても、まあ、余裕で帰んないですね。遺産を残す形となった。さあ、非常に長い試合だった。40万点対34万点。これ長かったですね。すごい熱い試合だった、今の。何回切り替わったんだろう。ぷよぷよとテトリス、かなり切り替わったと思う。さあ、これはパフェがなくて、普通に行ってますね。相手、ティーミノミスった。ティーミノミスったけど、まあ、回転入れで全然リカバリできるし、しかも穴もいい。さあ、これは不利ですね。相手が BTB ついてたので、一段振る。テトリスの死刑的にも相手の方が余裕があるので、これは不利ですね。さあ、どうだ？紫ハッカー。紫ハッカーした。相手は緑ハッカーで、これは相手の方がでかいですね。さて、どうだ？こっちが8連に対して、相手が、9連鎖か。9連鎖ならまだ耐えれる量ではある。Tスピンシングルからテトリス。さあ、相手は、3ライン仕込みに対して、こっちはテトリス仕込みなんで、仕込みでは有利。だけど、プヨの残りの量が相手の方がだいぶでかいんで、だいぶ多いんで、ここで不利になりましたね。おっと、このイバラうまい。ちょうど2段でぴったり刺さった。今のイバラうまいですね。絶妙なタイミングだった。ぷよぷよの気分。さあ、今度ぷよスタート。俺が新 GTR。新 GTR で相手が、後折りの GTR ですね。一回単発打つ。緑発火で、おっと、2連、3連鎖と、おっと、これはミスか？このミスは、ちょっと致命的なんではないか？さすがに。相手が普通に、盤石に発火しましたね。パフェ取れるものの、あの本戦は返せないんじゃないか？ 9 連鎖は、厳しいと思いますね。なんとか、堀のルート見つけてるけど、厳しいか？赤引けてた。引けてたけど、これは ?4 連しかない。4連さらと帰らない。
二段恐怖って相当不利ですね。はい、でも十分量だと思って発火していきましたね。まあこの状況であの連鎖数は耐えれないんで厳しいですね。9ダブはさすがに無理。しかもこれプヨ側でちゃんと打ってるんで火力が高いんですよね。例えばこの今の9連鎖ダブルとかがテトリス側に切り替わったとして火力計算されるとそこまで火力ないんですけど、しっかりプヨ側で打ってるのでかなり火力があると。テトリス側の火力とそのプヨ側の火力っていうのはね変わるんで、そこがまあスワップの難しいとこの一つである。はい、じゃあもう一個見ていきましょうか。今度はプヨスタート。今度もか。わかんない。さっきどっちだったかちょっと忘れちゃったんですけど。これは、アトリと、先寄りっすね。相手は基本的にアトリの感じなのかな。俺は基本的にやっぱスワップは先寄り重視にしてますけど。一回単発打って、これは黄色発火ですね。あ、もう一回単発打った。この単発はどうなんだ？今の単発はミスなのか、それとも意図的にやったのか、ちょっとわかんないけど、まあ相手が発火していないので、これは問題ないですね。あ、これドネイトにして、これはテトリスではだいぶ有利。テトリスでだいぶ有利で、おっと、刺さったか。まあこれ青入れてから普通にキルハッカーできるんで問題ないですね。伸ばせる形でもあるんで割と火力は出そうだった。あ、これ前傾しスタート。開幕のプヨが前傾しの時にテトが来ると前傾しのツモを見てるか見てないかでだいぶ変わりますけど、まあ普通にプヨスタートだったんでこれは問題ないです。さあ相手が1連鎖で消化してきたのに対して俺は2連で返したので相手にちょっと振る。さあこれ珍しく階段、珍しく階段を組んでいる。なんか階段を組むとすごいなんか懐かしく感じるんですよね。なんか自分が初心者の頃を思い出すようなそんな感覚が思い出されます。さあこれは珍しく階段組んで普通に7連鎖で先打ちして刺さりましたね。これは先寄り。先寄り GTR。相手が後折り。これはもう、定番ですね、もはや。さあ、黄色入れて、緑発火だが、若干これ遠いか。赤も飛んでいる。これ連鎖日捨てたと思うけど、まあ、結果的に赤飛んでるんで、捨てたにはなってないです。3列目の赤が飛んでたんで、どちらにしろ連鎖日に黄色が入んないよね。これ先打ちして相手は、どうだろう、蹴ってるのかな。ちょっと自分の画面見てて、見てなかったんですけど。さあでも結構掘れるぞ。結構掘れて、ネクスト引いている。これはどうなんだ。ネクストで発火されると、連組んでないので、これは致命傷な気がする。7連鎖ダブルのコンボ付き、無理ですね。プヨでセカンド打っても絶対帰れない上に、さらに、連も組んでないので、これは絶望的。ちょっと発火できるの見てなかったですね、これは。それが範囲となってしまった。見ていたらおそらく連を組んでると思うので、連を組んでないってことはちょっと見てない証拠ですね。さあ、こっち青発火。相手は一回単発打つ。相手も青ハッカーですね。で、2連鎖打つ。これは割と有効な気がする。しかし、相手一応消してから8時ハッカーできますね。黄色で単発消してから、青赤の8時ハッカー。で、そこそこ連鎖数はありそう。あ、こっち6ダブ。6ダブなのに対し、相手はネクストでハッカーできるんで、今度はしっかり連組んでる。連は割と組み切って、どうだ？相手、アイミノでコンボつける。
単発ってからの本戦ですね。さあ、これはどうでしょうね。連はあるものの、どうだろう。どれぐらい返ってくるかにもよる。10連鎖で、スキプヨと星プヨと赤玉。さあ、これ1回2連鎖打ってから黄色でコンボ。つけれない。そのコンボがつけれないとやばいんじゃないか。しかしまあ連があるんでわかんない。これもったいないですね。14連、15連、16連、17連。おっと、帰った。なんとか帰りましたね。コンボ今のつけられれば勝ち確だったかな。しかしコンボがつけられなかったんでまだ続く。いや、ああいうのもったいないですね。さあ、TSD からテトリス。これは相当有利。相手が4連鎖発火してきたのに対し、あ、こっちはプヨリオが残っていたので、しっかり、6ダブで決めていく。まあ、結果的に勝てたものの、やはりあそこで、ちゃんとコンボつけられれば、その時点で、勝ち確だったので、ちょっと危なかったですね、これは。やっぱりタイミングを測るっていうのもね、難しいんですよね、このスワップルール。秒数で、間に合うか間に合わないかっていう判断が結構、シビアなので、そこを突き詰めていかないと、ああいう風に、間に合わなくてコンボがつけられなくなるので、そこはちょっと気をつけた方がいいですね。はい、じゃあまあこんな感じで、今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。